プチフールの詰め合わせフランス式、プチフール詰め合わせプチフールは、一口サイズのケーキで、一般に、いろいろな種類のものを取り合わせる形で、食後のデザートや、ビュッフェ形式の料理の一部として供される。アメリカ合衆国では、一般的に、スポンジケーキとバタークリームを何層にも積み重ねた、およそ1インチ四方の大きさで1.5から2インチ程度の、高さのケーキの詰め合わせを指す。 ケーキは本段をかけ、何色にも彩られたり、バラの模様など様々な形に装飾が施されたり、することが多い。しかし小型の菓子の詰め合わせならば、プチフールと呼ぶこともある。特に、フランスなどアメリカ式ケーキが一般的でない地域ではこの傾向が大きい。プチフールには2種類があり、一つは、プチフールセクで、特別にあつらいたクッキーや焼いたメレンゲ。 マカロン、パフパストリーの詰め合わせを指す。もう一つは、プチフールグラセで、小さなケーキやエクレア、タルトレットなどといった、冷たいケーキの詰め合わせを指す。フランスのパティソリーは、小さなデザート類の詰め合わせを、ミニャルディーズと呼び、硬いバター分の多いクッキー類の詰め合わせを、プチフールと呼ぶ。また、カクテルパーティーやビュッフェの中で供される一口サイズの、前菜、プチフールサレもある。 プチフールという表現は、ルネサンスの終わり頃貴族の館などに雇われていたパティシェと、それ以外の料理人がオーブンを共用していた頃の寒冷句だった。その頃のオーブンは、石造りで温度を調節する手段がなく、最初に高温に上げ落ちていく火力に従って適した料理をした。肉の丸焼き用などの高温な状態を、大きい釜と呼び、菓子を焼くのに適した。 トロビ程度の温度まで下がった状態を小さい釜と呼んだ。最初からトロビ用に作られた釜も小さい釜と呼ばれ、ラバルネによって1653年に刊行されたフランスの菓子職人に出てくる聖火用の釜が文献でのプチフールの書室と言われている。フランス革命により貴族やサロンの没落によって失業したパティシエたちによる個人開業のパティシエが急増した。 また、同業組合が解散させられ、それまで居酒屋的な存在だったパティシエが聖火専業に変化した。こうした店は聖火専門であることをアピールするために小さい釜のパティスリーと掲げていた。パーティ用の菓子セットの意味としてのプチフールはフリアンディーズという言葉に置き換わる形で19世紀半ばになって定着した。プチフールは 伝統的には18世紀に石炭を使ってレンガオーブンを燃やしていた頃、オーブンを冷ます。際の熱を使って作られた。石炭は焚き木よりも燃焼温度が高く制御が難しく、また無駄になる熱量もずっと多かったからである。ありがとうございます。